まだキャリア2戦ですが、強烈なインパクトをここまで残してきているオランダ、バラハリ、去年のベスト8ファイター、ルスラン・カライフ。この対戦は谷川さんもたまらない顔合わせです ね。もう本当に僕今日の中で本当に最も注目するカードと言ってもいいぐらい、ちょっと、ね、楽しみにしてるんですけどね、はい。まあ、バラハリはまだキャリア2戦しかなくて、はい、まあ、そのいずれも KO 勝ちと KO 負けというどちらも派手な試合だったんですが、このバラハリという選手が圧倒的なファンの支持を集めました。これ2人ともね、天性のスター性がある、もうキャラクターの持ち主ですし、はい、まあ、本当 K1 の新世代のね、対決ですよね。間違いなく KO 決着でしょうね、はい、この2人は早いですよ。さあ、かバラハリか、ランワン、注目の一戦です。赤いグローブフランカライク、青いグローブバラハリ。まずは前蹴りをバラハリが一つ磨っていきましたが、ルスランカライクも左フックで踏み込もうという姿勢を見せました。大型する K1 の中で2人ともですね、90キロ台ものすごくスピードのある選手ですね、はい、もうスピードファイターですね2人ともね。いやいや、引くバラハリ、いきなりスピードを出してきています。そしてローキック、ローキックいいですよね、バラハリの。いや、これは長嶋さん、はい、立ち上がりコンビネーションいいですね、バラハリは。なんか様子を見るというよりも最初はガンガンいくという姿勢が2人とも見れますよね。見れますね、そんな感じで。左だ、左、ウスランカライク左を伸ばしていく、その下を押すバラハリ、右のストレート、ガウンか、ガウンか、どうだ、ガウンか、ガウンか、ウスランカライクのラスト前にバラハリダウン。あ、僕はあれかもしれないです。まだ立ち上がれない、立ち上がれない、あっという間に決着がつきました。しかしリング上ちょっとまだ収まりがつかない両者、決着はルスランカライクのノックアウト勝利。しかしバラハリは収まりがつきません。まあ、明らかにね、どのパンチが致命傷をクリーンヒットになるかの場面はかなりもつれ合っている間にコーナーでのラッシュになりましたが、ルスランカライク選手の KO 勝ちです。ただこれはノリカさん、ちょっと意外な結果でしたね。いや、ちょっとびっくりしましたね、本当に。いや、でももうちょっと見たかったですけどね。ちょっともったいない感じもしますけどもね、まあ、間違いなく KO 決着にはなるだろうとは思っていましたが、これほどまでにも短期決戦、バラハリ自身も何で仕留められたのかまだよく分かっていないような感じがしますが、見てみましょう。下がっていってパンチは入っています。一瞬パンチは入りましたが、その前に何かが入ってますかね。この瞬間、あ、これ右肘が入ったんですかね。ちょっと完全には見切れませんが、これが最後のシーン、ちょっと死角になって完全には判断しきれませんが、バラハリ自身は苦悶の表情。パンチが当たったようにも肘が隠れたようにも見て取れますが、1分と経たずに決着がつきました。注目のスピードファイター対決、バラハリ対ルスランカライク。最後の攻防、バラハリが崩れ落ちていきました。勝者はルスランカライク。注目の一戦と言われていたこの戦い、まだ敗れたバラハリは収まりがつきません。ルスランカライクが1分と足らずにバラハリを仕留めています。今ルスランカライフが右の拳を高く大阪城ホールに突き上げてリングを後にしました。ただこれは東原さん、離婚は残りますよね、間違いなくね。そうですね、まあ、何が原因だったのかちょっと早く知りたいですね。ただもう間違いなくこの試合の決着がつきました。はい、あと1回また場を改めてね、見てみたいですよね。これね、はい、この今出てる肘打ちなんですよ、はい、顔面のこれが入ってるんですかね。これが入ってます、あの眉間に、今ちょっと見えづらかったですけども、はい、正面からのカメラだと見えると思うんですね、今のですね、はい、これが多分テンプルに入ってるんで、バダハリの方はこれ反則じゃないかってことを、はい、ずっと谷川さんの見てましたよね、盛んにアピールしてるんだと思いますが、だからまあこの K1 のルールにおいて、はい、そのまあ、今あのビデオの要するに、まあ、ビデオ判定っていうことを今撮ってないですけども。